まだ6歳ですって。すごいわね。田丸子がピアノを始めたのは3歳の時。早くからその才能を認められて、6歳にして海外公演に参加。各国のオーケストラと共演、参加した。その音色にはしなやかな感性が宿っている。 マルコ来ちゃダメ連れてけ傷はつけるなガキは高く売れるマルコソうっ若いうるせえな言われてんのはガキだけだ大人はいらねえ若い いいっすね、こういうところは仕掛け穴に気をつけないとっすね。 やっぱあれやんないとダメなんすかああ練習したとおりにねマジっすかじゃあ頼んだよはあ了解っす。 時あってよかったその石に近づくな<あ>貴様、ここで何をしているあ、えっと、自分拾ったものを売る仕事してますて情報もなしにここへ来れるわけがないたまたま通りかかったんすよね、たまたま名前はいや、企業秘密っす怪しいなら来い、取り調べる。えぇ、ー、仲良くしましょうよ、同じ場所で出会った者同士さ いやーこれも何かの縁だしちょっと近い近い近いなん, <laughs> なんだこら近いがあっだ大腸ポカゲ石が <laughs> 逃げるが勝ちってねあっラッキー逃がすか足早っ 逃がしてなるものか 遅いっすよお腹すいたのんきかい<笑><笑>うう疲れたーで、どうだい手に入れたかいバッチリっす<え>うお <laughs> いい目がつきそうだねつか、結構命がけだったんすけどこの弾何なんなんすか知らん。わーだが、しばらくの食品になるそれ、大事 いくらになるかななんと96六ンガドルこれだけ揃って足18本分なんですおっとくーオクトパス通販足18

おめえの姿もなければ、トカゲイシもねえぞどこにいるああ、こいつなんすけど、くっそ怪しいっすよ。怪しいってなんだてめえは俺様のファミリーだろ。うんうん。ファミリー、ファミリー。だったら、ボスである俺様のところに持ってこい。腹減ったマルコ ドスゴロ、あっちゃん腹減ったって。うるせえいいか。奴隷市まで売られてたてめえを、俺様が買ってやったんだ。なのにてめえ、言うこと聞かねえで。しかも、なんで俺様の許可なくオークションに出してんだよドスゴロさ、宝にはいい宝と悪い宝があるじゃんさ。 これ多分だけど、おとなしく持って帰ると、あんた死んじまうようんどういうことだ先着がいた。先着だ知らねえよてめえが先に取ったんだろう持って帰いまあまあ。必ずいい金になって返すんで、待っててくさせえよ。てめえ、銀河中の金持ちを争わせる気か あとそうだ。自分、ちょっと休暇が欲しいなって。てめえに休みはねえ銀が1の盗シルダンに休みはねえんだよバイビーなあ。って、あの野郎。甘やかしたらすぐこれだ。バス、あいつに、甘いんじゃないすか ゴタゴタおろせー裏切り者は、俺の手で殺す。この手で、必ずな。ドスゴロ、怒ってる。だから薬やめろっつってんのに。現役退りて太ってから全然やめねえな。ドスゴロ、薬、大好き。 この石、ドスんとこに持って帰ったら、あいつバカだから追っ手に無茶苦茶にされるって。だから代わりに売ってさ。金持ちそうそれ、金持ちイェーイいっぱい食べれるーしかも宝の地図。<laughs> ちょっと見てみてーじゃんいや、特にねえよ、個人的な感情はさ。ただ、 どんな奴からあたしが生まれたか、見ておきたいじゃんさ。それだけ。もし、見つけたら、マルコ、母親と暮らすかんなわけねえ、しょ。つまんなそうだし。ほら、このちっこいあたしも、つまんなそうな顔してる。だいたいさ、母親なんて、そんな大切にしなきゃいかんもんかね こんな広い銀河にはいろんな価値観があるっつーのにさ。母親食う昆虫だっていいのにさ。自分はそろそろ自由になりてえなーって。それに。マルコのおかん。うん。もう顔も忘れちまった。向こうも覚えてないだろうな。でもさ、死ぬ前に一回は見たい宝物じゃんさ。 いくらになるかなおかんは売れねえよ。この石。ああ、そいつを売ってさ、大金にしようぜ、あっちゃん。ガおーさあて、いくらになるかな 我々が星を滅ぼすのは、全てを支配するためだ。我々こそが、銀河を滑る一族だからだ。貴様、我が星を滅ぼした罪、思い知れ。惑星ガルの生き残りです。同盟を結んでおきながら 最後の一匹です。お前たちは、家族を殺した。我々の家族を、星を、民を殺した。うん、言いたいことはそれだけか。答えろ。石はどこだ必ず殺してやる心が残っているようだな。選べ。 ここで死ぬか。我々に下るか。お前は必ず、報いを受ける。愚かな。この銀河は全て、黒き鉄へと回帰する。そこに貴様の感情は不要。 ハクハク私は、ナブルということを、学校では教わらなかった。ほう。試してみたい。これはまだ生きがいい。いいだろう。殺したら日記をつけておくように。そうだ。あまり好きじゃない。引きこもっていてはいけない。お前はいずれ、 銀河の支配者になるのだから、学校には行きなさい。そして惑星の一つや二つ、征服してきなさい。<laughs> 学校の宿題は、それを提出しよう。返事は <laughs> わかりました、父上。だろわかりました、父上。 話せどこへ連れて行く気た同情はしない。あなたが弱いから滅んだ。大きな星は、小さな星をいじめる。どうすればいじめがなくなるかなんて、考えるだけ無駄。先生がいくら注意しても、いじめはなくならない。あなたの星は、いじめられて消えた。それだけ。 あなたが弱いから、星は消えた。それだけ。くっ険さえあれば、貴様らなど五託はいい。早く歩いて。グズは嫌い。あっなんだここは。ゴミ箱って知ってるいらないものを捨てるところ、星を滅ぼすと必ず出てくるから。 もし価値のある生命体がいれば、獅子、臓器、脳、脊髄。それらを売り払ってお金にする。不要になると捨てる。食事の時のゴミと同じ。そして、このゴミ箱は満席になると、自動的に銀河へと切り離される。今日は特にたくさんのゴミが出た。<laughs> おとなしく下れば、もっと少なくて済んだ。 ねえ、あなたは私の父を殺したい。今すぐにでも殺してやる。貴様もだそう。約束して。必ず父を殺すと。あっ貴っ 《あなたへの怒りがまた一つ銀河へと放たれたどうせ殺せっこない》 白ア白亜様ー。青いジャケットの行く先が分かったぞ。どこ発信機をつけてあるデツ。船の軌道を追うに地球だ。地球。銀河にある青い星。図鑑でしか見たことない。その昔乱獲があった星だ。乱獲。いじめ。じゃあ。 もうとっくにイ惑星。いや。まだ滅んでいないの。滅ばなかった。人類と呼ばれる生き物が生きている。文明レベルは低いが、一部の人類が外敵に対抗している。地球、懐かしい。知っているのかううん。でも私は、あの星から流れてくる音色が好きだった。 銀河ラジオから流れてくるあの音色。もう昔の話だけれど。まだ残ってるだろうか。地球。青い青いその顔を見るに。まだ熟れてもいない。いじめられないといいね。マルコと銀河竜。 惑星ガルが肺惑星になりました。天然記念惑星であるこの星が滅んだことに、私たち天の川銀河では不安が広がっています。肺惑星では早速、墓嵐が始まっています。一番乗りのワンさんにインタビューです。この星は、何もありませんでしたわ。砂溶かすだけですわ。皆さん、墓嵐を諦め、ゾロゾロと帰還しています。 ジェシカ、僕のいとこが先週、車上荒らしで捕まったよ。まあ大変地球って知ってるかいどんなところかしら行ってみたいわ。炭素系生物がたくさん住んでいるようだね。中でも人類というものが知識を持って覇権を握っているようだ。彼らは毎日バナナを食べ、 そうスイーデネ猫を崇拝しているにゃんまあ行ってみたいわお問い合わせは銀河観光省へ週4ネクストサンデーボヒ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 ッヒボヒボシッボヒボシッボボボボヒ 喂，喂。g 啊 背中かゆくーあーあーああああねーみーなんで生き物っちゅうのは眠くなるのかはあ 飯作るか。芋、芋、じゃがいも、玉ねぎ、牛乳。全部炒めて、グラタン、グラタン。あ。わっちゃん、飯ねえわ。<laughs> つか全部食ったべ。乾パンも全部空だわ。 ふうどっか寄って飯探すか。それとも。非常食。ブヒ。どんぐらいで尽きそうブヒ、ブヒ。ほう。意外と早い。一日くらいは食わずにいけるか。最悪。おみゃーを食う。ブヒ、ブヒ。 マルコ、右手に見えてきたよ。ほら、あれが。おーすげー、青ーい地球、太陽系の中の一つ。奇跡的にできちゃった星のうちの一つ。ちょうどいいバランスで増えた生命体がいて、名前を地球人。それが、あの星を支配している。 はやーい地球はや,ーいはやいはやーいはやいあは。<laughs> 大気が生きている。海も青いね。ここが地球か。これは何だろう。巨人の門かなこれ、いくらくらいするんすかねはやーい 地はやいはやいはやい朝と夕方と夜3つの時間帯がこの星の特徴だねたかいやば迷ったここどこだどこに行くんだっけ宝の地図には金という字と紐という字があって。 どこだろうねあち喉乾いた。どこだい、ここは。金の字も紐の字もない。ヒントが欲しい、ヒントが。 こりゃ完全に迷ったね。早ーい。地球。早い。早ーい。人に引っ張ってもらってると、すげえ。早く感じる。あれ。 なんかすごい建物ある。あれすごいマルコ、すごいあれ何わかんねえ。でもなんだか歴史があるんすな、この星。なんか、文字の形、だんだん似てきた。すいません。この文字わかります ああ、ここだあ。ああ、やべえ。なんとか命あるうちについた。疲れた。さて、まずは。飯その通り。<laughs> ああ。新しい惑星に着いたら。 まず、飯っしょ。パタ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 。ふんふん<ん>飯の匂い。頼もう。頼もうブヒ。<ひ>いらっしゃいませー。あ、うちペットオッケーでーす。 メニューメニュー。メニューメニュー。ューお味あの、ここは何がうまいっすかはいうちはもちろん、お蕎麦ですおふたんもこっそりやってるよ。スパゲッティ食いたい。おすすめありますえっとね、カレーかな。蕎麦屋なのに蕎麦屋のカレーってすっごい美味しいんだよ。じゃあ、そいつを下せ。 はい、大将カレー貼りまーすあいよ、うんうー、んうん。もう。どうでしたどうでしたどうでしたこいつは、55点。え、なんで美味しかったでしょカレーはだいたい何でも美味しいっすからね。でも、マルコの55点は、高い。そういうのいいですよ 大将悔しくないんですか悔しいよ、うん。そんな猫背で言わないでくださいよ。あたしを満足させる飯があんのなら、大したもんすわ。ああ、惑星ペペミケのそばはうまかったな。<laughs> どこですかそこ連れてってくださいよ隣町にあるんですかそれとも京都ふざけた名前だな。店長。 私、蕎麦の修行に行ってきますお客様、名前は何ですかマルコ。アルコ。ブヒ。まっちゃん、あっちゃん、ブヒ私の蕎麦をくらってください今から作りますお、いいっすよ。まだ食える。ブヒ。学校はどうすんだい ようやく店を継いでくれる決心ができたか。うううううちょ、ちょっと、泣かないでくれませんか、いい大人が。飯がまずくなるんすよ。そうですよ猫背で泣かないでください、店長最近の女の子は、怖いね。この世界は戦争でいろんなとこがなくなっちゃったけど、やっぱり料理の方が大事だと思うんです 学業より料理の方が生き残れると思うんです私は正しい。偉い。部士<ヒ>。長ザメの一本釣り大会で3位入賞の経歴がありますよく言ったそばくれそばくれー学校になんか行かないいいかないいいかない部士ー。 俺も、地球人行くんだよ、てめえ。何サボってんだよ地球人、怖サクラコア。桜子パイセナ、逃げててめえ、今何元だと思ってんだよ一元ですお昼のニュースです。昼休みだろうがよ <laughs> 私、う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 りて言います <laughs> よろしくお願いしますいや、こっち見て助けこうのやめてほしい。で、おめぇは何なんだよ銀河ミシュランの調査員。<ー>なわけねえだろ食い方汚えし、箸クロスしてるし、ペット連れてるしよ同校中出身だ。やばい答えちゃダメ見バれしちゃうよ中学は、出ていない。あえ なんなら小一で終えた。天才かーおひ。それにこいつはペットじゃない。非常食っすよ。飯屋入るじゃないっすか。で、その飯屋がまずかったら、もう非常食食うしかないんすよ。あどういうことだ私たちで言う、フレンチ行ったらまずすぎてポテーチの方が美味しいなー、みたいな感じ メンタル大丈夫かすか。豚か猫か犬か猫かもわかんねえやつ。2> 猫2匹出てるてめえは学校行くんだよあと、竜。あ龍？ドラゴン。何かかっぱらって欲しいもんがあったら、連絡ください。自分、そういう仕事なんで。泥棒さんチッチッチッチ トゥレジャーハン。すごい泥棒さんってことほら行くぞてめえは学校来んだようはやめてーまっちゃんこれ別れのクーポン券次来たら安くなるからー痛い痛い痛い骨折れた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 ー 桜子ちゃんよろしくねてめえが行かせろよ保護者なんだったらよはっ <noise> <noise> はあ続いてのニュースですゴールドコード市長の会見ですこのゴールドコードを住みよい町にするために私たちは日夜頑張っているのであります住みよいというのは こんなにたくさんの人に囲まれていても、安心してアイスクリームが食べられる街。そういう街です。これはゴールドコードご自慢のヌッペラさんちのアイスクリームで、早く食わんと溶けちまう。市長どういうことですか今回の制作についてどうお考えですか市長お答えくださいなんか偉そうな子供っすな。 大将、ごっそさん。またよろしく。さて、宝探しの続きをしますか。今日から連絡あった。オークションに出しといた甲斐があったもんすな。んうひ,んうひいや、なんか今。 妙な感じがして、なんもすられてないよな。よし、大丈夫。パタ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 。座標、来た。野球場。広ーい。ブヒー。ここで待てば。 コレクション場がやってくるじゃあ、金持ち。もう、いるって、連絡来た。じゃあおーいじゃあえっと、座標は 30227228? おい、マルカーン行たーじゃー,ジョー いやんやお待たせいつもありがとうねコレクション上だうわーいいかにも我がははネズミである以前にコレクション上マルコイズベスト・オブ・トレジャー・ハンターイエーイ昔はカラクタばかり出品してた子が実に感慨深いね ついにやったんすよ、自分これは驚いた。本物じゃないか。銀河に一つしかない。値段は十億でどうだいえマジ安いくらいだ。やーりーわーいこれで一生遊んで暮らせる人生上がりだーお腹いっ っぱい食べるー何しようレストラン買おうかいつでも肉まん食える店がいい。支払いは口座キャッシュキャッシュでオッケー。君たちの船に積み込んでおこう。大変だったんすよ、これ。途中変な奴らに狙われたりして。変な奴らなんだっけ 緑の骸骨みたいなやつとあと1つ目の連中とあとはアスタルトがどうとかってアス,ス,スタルトすまないがこの話はなしだやつに目をつけられたくないやつってあちょっと マルコと銀河竜。腹減った。マルコ、腹減った。腹減りマックス。会議しよう、会議。はい。現在地は地球。ゴールドコードという町なり。この石、危ないから捨てた方がいいんじゃないかと思う人。うん 売った方がいいと思う人。無品<ひ>。美味しく調理した方がいいと思う人。無品<ひ>。はーい。捨てた方がいいと思う人。ふーん。いいーオッケー、わかった。とりあえず金にするか飯にするとこまでは付き合う感じで。めげずに出品 げ、赤晩されてる。手詰まりだ、うん。腹減りと眠気が同時に来た時は、いつも悲しい気持ちになるな。昔はさ、練習がきつくてさ、そのたびに腹減ってたんだけど、練習終わると、コロッケ食って帰ってさ、 そいつだけが楽しみだったんすわ。コロッケ、うまいぞこんな風にまっすぐ続いた道でさ、こんな風に、うん。それ、運指が違うから次もミスる。 ほら、ミスった。あ、あっちゃん。まあ<わ>この道を覚えてるレッスンで嫌な気持ちで褒めてもらえない人かもさ。おかんは曲のこととかわかんなくても、うまいコロッケ買ってくれて、50円くらいでめっちゃ安いんすけど、めっちゃうまいんすよ。 いやーあれ食いてー。おかんはおかんとかどうでもよくて、コロッケ食いてーっすわ。だって頭もげてるし顔わかんねーし。でもコロッケはさ、顔わかんじゃん。うん、コロッケわかる。ブイ <laughs> 非常食、悪い。

ふぃ、ふぃん、なんて。これだもぐ、もぐ、も <noise> ぐ<声>。もぐ、もぐ、もぐ。<noise> <noise> うまっ。間違いない。こいつだ。この味だ。うまっ。っシュ。非常食も食うブシ食った食った。いい店したな。また、利用する。それはいかんな。きっと、捕まる。 がね、見るだけにしとこう,うまいそうッシし <laughs> 仕方ないわね1個あげるわえ試<っ>食みたいなものだからもし気に入ったらねわーいあざっす おばさんだったなマルコ、もう一口食べるよしじゃあこの半分を33%に分割してできるかなできるかなお、うん、どうした腹減ったんかうんやるえお妙にやるいいの うん。ひもじいと悲しくなるしな。ありがとう、お姉ちゃんきっとうめえよ。どんな飯よりもさ。もったいない。あっちゃん。しゃーない。あの子はまだガキンチョだし。さーて、探すか。そもそもそのために来たんだ。この星に。私だけの宝。見つけてみせる。 たとえ頭がなくてもさ。あれどうしたない。ない宝の地図がない食べた食べねえっすようわぁやられたかいや、でもあんなの欲しがる奴なんていないし。美味しいわ。わあるっと、写真は。マルコが。 ポケットに入れるとこまで見た。ブひそうっすよな、ジャケットのポケットに。ブほハやっすマルコと銀河流はあ、悲しい。もうあの子、おらんかな。学校、行ったかな いたいたーまっちゃんおー今一番痛かったー私もー学校の授業を終わらせてきたーあとはいこれ忘れ物まっちゃんの写真でしょうわーよかったー合ってたーよかったーそんなに喜ぶなんて。 すごく大切なものなんだね。こいつは宝の地図でね。あ、それで住所書いてあるのほら、写真のとこにさ。知ってんすかこの写真屋さん近所にあるから、古くて有名なの。え、ちょっと待った。連れてってもらえません パタパタパタ。ずいぶんと高いところにあるんすな。あら、これをうちでうん、ほら、住所住所。確かにうちはたくさん取ってきたけど、覚えてないわ。ごめんなさい。<laughs> そうっすか。でもおばさん、予備みたいなのって残ってないんですかこの子、 遠くから来たって。ほら、ポケットにエジプトの砂入ってるし。このレシートなんかフランスのだし。だからもうちょっと探してあげてくださいよ。ごめんなさい、さすがに古すぎて。いつくらい前すんません。あんまわかんなくて。それじゃあ難しいわよ。お名前はあマルコ。名字とか。<laughs> すんません。お父さんちょっとお父さん知ってるねえ、お父さんってば、起きてほら。ほんとすんません。お邪魔しました。まっちゃん。いいっていいって。覚えてねえのがいけねえんすから。それに、生きてるか死んでるかもわかんねえすし。知らない方がいいこともあるだろうし。ん マルコ、マルコね。あ、そうだわ。確かほら、この子も同じ名前だったと思う。昔からピアノが上手かった子でね、有名だったんだけど。ああ、ったわあったわ。ほら。ほら。 そっくりじゃないあ、あたしか、あたし、こんな顔してたんか。おかえり、まる子、どうだった無事。ブヒッ収穫あったか。うん、収穫あった。サンキューな。 ルリちゃん、どういたしましてよかった。んつまらんかったのかと思ってた。ちっせえ頃は、ビビってて、何にでも怯えて、ひでえ暮らししてたな。それこそ、親も金に困って売ったんだろうなってさ。でも、もしクソ親だったとしても、 この時はきっと、楽しかったんだろうな。楽しかったんすな。自分。<laughs> よかった。わーいわーいめでたいめでたいばひばひえなになにダンス私もやる祝いのダンスパタパタ。 パタパタ。ブヒッ、ブヒ。あっハハ非常食、気をつけないと落ちるよ。ブヒッ。それじゃあまたねー。うん。そんじゃな。今日も野宿ただの野宿じゃね。収穫のあった野宿さ。きっと、見つかる。 マルコの、宝。ああ、そうだ。金があったらさ、この人にもいい服着せて、いい家住んでもらってさ、ちょっとくらい幸せに暮らしてもらおうよ。幸せあたしが笑ってたってことは、少なくともこの人の元では幸せだったってことじゃんさ。だから、 恩返しっつーかさ。母親ってさ、ほら、ババアになっちまうじゃんババアになったら、働くの大変だし。金があったらさ、楽じゃん。楽、してもらおううん。なんだろう。そんな気持ちになる。楽、してもらおう。うん。金稼いで、 少しくらいあげようと思う。もちろん、自分の中でのリミットは決めてんすよ。だらだらいてもいけねえし、この星の人と仲良くなっても、それはそれで情が移っていかんし。見たかった宝っつうのはさ、手に入れるだけじゃねえんすよね。手元に残んなくてもいい。ショーケースにベターって手つけてさ、 指紋ベターってつくくらい。そんで、うわぁ、こんな形してるんだーって。それだけでいいんすよ。例えば、沈没船ってあるじゃん財宝がめっちゃあるやつ。あれって、海の底に沈んでるからいいわけでさ。地上に引き上げたら急に普通じゃん地中に埋まってる金塊だって、埋まってるから魅力的なわけで。どこにあろうが。 宝には宝のふさわしい場所があって。何が言いたいかって言うと、宝なんつうのは、見れたらあたしは満足なんすよ。マルコ。うん腹減った。はは、そうっすな。明日は、たらふく食いたいな。 これが噂の爆薬か。ええ。青い線と赤い線があると聞きましたが。多いな。調べます。黄色と紫と緑と桃色。白に黒に。灰色はもちろん、金と赤のしましま。オレンジと青のドット模様。カラフルだな。死ねってことか。あと3分。間に合うか。 調べます。いつか死ぬ仕事だからな。女子高生っつーのはよ。うーん、む、うん、うひ、んうん、背中痛え。はぁ、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  このベンチ、家庭。あら、えっと。飯から探すか。んなんだあれ。へえー、なんか燃えてんな。すげえ。 何があったんすかね危ねえ。その石、いただく。うんチ何者だあんた個人的な感情はない。その石だけ渡してもらえればいい。ふーん、何なんすかこの石。かつて、銀河を支配する竜がいた。 その竜は得意点から生まれ、エネルギーの結晶へと姿を変えた。石を意のままに扱えるのは、竜の血を引く者のみ。そして、石を操る者は、この銀河を支配できる。名前を、トカゲ石。だったら、余計渡せねえすな。めちゃくちゃ金になりそうだし。気だるいことを言わないでほしい。 死にたくなければ白夜に染まれいじめオーバードライブク <laughs> おっちゃんーやめといた方がいいっすよあたしには竜がついてる。 その竜は銀河竜っつって、ブラックホールから生まれたんすか。要は腹ペコなんすわ。あたしが一番うまい時に食っていいよって約束をしててね。だからあたしのこと殺すのは、その竜が許さない。この銀河は、誰のものでもない。支配など不可能さ。ましてや、マルコを殺すって マルコは、僕の獲物だからダメだよ。約束をしてるんだ。僕が食べるってね。僕らの友情の前では、何人たりとも無力なのさ。 一か八かだったっすなはったり、命がけ。力、ぜーんぶ、使っちった。次は、もう、無理。でも分かったことがある。この星での宝探しは、時間制限がある。 よかった、あなたたち、急いでお家に入りなさい。お家、町の方は危ないから。少しの高台で爆発がありました。怪我人が複数出ている模様です。うん、うん、うん。うまっ、これあそこのコロッケじゃん。最高ー。おいおい母さん、また拾ってきたのかい。 ダメじゃないか、勝手に拾ってきたら、よそ様の家の子かもしれないんだぞ。でもかわいそうでしょ事件が事件なんだし。何があったんすか街に爆薬を仕掛けたという知らせがあってな。何でもワニの姿が目撃されてるとか。ワニ市長うむ。私は次の選挙も見据えている。 堂々と決断力のある市長でありたい。で、どうしたんだい爆弾テロです何市民の避難は完了しましたしかし、まだこの市長者周辺にも爆薬が爆薬の中には赤い線と青い線がまた私はそんなことも決断せねばならないのか専門家によると赤を切れば大丈夫だと市長の決定を待ちます よしわかった赤だ赤い線を切れお、はぁ。おのれ、テロリストめいったいどこのどいつだこのゴールドコードを脅かすやつはすまん、先行きます。危ないわよ、外は。いえ。 ここで迷惑かけるわけにはいかないんで。お世話になりました。俺にコロッケ置いてきます。これクソうまいんでおすすめ。うぅぅ。ちぇ火薬の匂い。さあ、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 まる子ー 出てこーい <laughs> その子は関係ないだろ離せ <laughs> 約束を守らねえガキを迎えに来るのは、親の務めだろうが。どうしてここがすまない、マルコ。これも取引なんだ。 思い出したよ。銀河には綺麗も汚いもあるってことをさ。忘れちまうだろう。平和な星にいるとさ、ずっとイージーに暮らしていけんじゃねえかって。でもそいつは違え。お前は知ってるはずだ。そんなうまい話はねえ。この銀河を渡っていくには、強いものには従っておかねえとな。 必ず、終わりが来る。おとなしく石を渡せ。お前は俺様のファミリーだ。そうだろ <laughs> 見ろよ。赤い。お前の体に流れる血と同じ色だ。嫌だろ同族の血を見るのはよ。とすごろ、そりゃねえっしょ。 どうする俺は自分の娘は殺さねえ。誰かの娘は知らねえよ。こいつが死ぬか、おめえが石を渡すかの二つに一つだ。<laughs> この星は、十年前に一気に人さらいがあった。よくある話さ。 未熟な惑星ってのは、いつか盗まれる。略奪に合う。でもよ、俺様は、その人さらいから、てめえを買ってやったんだ。俺様は命の恩人だろなあ、マルコ。ここがよ、てめえの故郷だ。 弱え星っつうのはいつだって綺麗なもんだな。でもおめえは違う。汚くて強い。汚くて強いんだ。シャー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 。<laughs> どうするよ。故郷が火の海になっちまってもいいのか。だから薬やめろっつってんでしょうが。わかりましたよ。 やっぱこの石は悪い宝だな。こんなにも生き物を変えちまう。何ブツブツ言ってやがる。石は渡す。その代わり、爆薬は全て外せ。この町ではまだ、見つけないといけない宝があるんだ。見つかるわけがねえんだ。ありもしねえ宝探して。ちまよったか、マルコ。 あるかどうかは、探してみねえとわかんねえっしょ。はあ、いいだろう。石が先だ。シャッシャッシャーそれでいい。それでこそ俺の娘だ。え<っ>教えたことはちゃんと守るな、お前は。<laughs> 先に行く。てめえも早く帰ってこいよ。あの、大丈夫っすかありがとうございましたーいや、あたしのせいで、すまん。つか声でけえな。あの、あたしたち、友情が深まった気がするねはは。<laughs> 面白いこと言いますね。私、ワニに抱っこされたことないからすごい興奮した未ッチの体験やめときな。いつか死んじゃうって。あ、でも、さっき渡したのって、まっちゃんの大事なものを。しょうがねえんすよ。仕方ない。そうっす。くれてやりましょう。シャッシャッシャッシャ。 こいつがあれば、この銀河は俺様のもの。うおなんだこれはいい輝きしてるじゃねえか揚げ物ですね食いかけですね。しゃ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 最高じゃねえか ボースあいつに騙されたんじゃないっすか,れですか見りゃわかんだよんの野郎、マルコ。絶対殺すあ、うん、む、う、む、んうん、だこれ、うめじゃねえか。うまいものはうまい。 それだけは、どの星っても変わらない。ドスゴロも嬉しいだろうな。うん、喜ぶ。二人とも、ご飯できたわよマジで行く行くガーオーあ、瑠璃ちゃんも食うえ、いいのもちろんよ お邪魔しますいただきまーす。いただきまーす。ははっチンジャオロースだ。中華だ中華紫と赤紫と赤の隣のオレンジ。だからねえってやばいぜ時間がもう。その中間色を切りましょう。三、二。 ん止まった一体誰が諸君テロリストなら我々が撃退したこの必殺回電波兵器で追いやった凶暴なワニ聖人たちは我々が追い払い人質を救出することに成功した はっは大将、この蕎麦、トマト合うんじゃねえのそうかい。でもそれじゃあパスタになっちまうね。まっちゃんおはようねえ今日さ、私がお蕎麦作るからさ、食べていってよおいてめ、ルーリー。何時だと思ってんだよおい以上、お昼のニュースでした。 イイイ助けてまっちゃんワニ星人みたいに桜子先輩追い払ってはいクーポンそれ昨日までなのうん学校行ってらっしゃいうははは あっちゃん何それトマト麺。ずるい大将あんじゃん、トマト麺くょ <coughs> うまい。ぶし。<coughs> マルコと銀河流ふわあああああ,あさて宝見つけるまではずっと野宿かなええー ホテル泊まるほどの金もねえしな。ほら、あっちゃん。この星には段ボールってのがあって、すっげえあったけーよ。うひ。公園生活も悪くないってさ。この石、全然売れない。それ、とっとと金にしよう。

おかわり。なあ、瑠リちゃん、知り合いにお金持ちとかおらんお金持ち実は売りたいものがあってさ。<noise> あ、やばいの来た桜子先輩、今日は土曜日ですよ休みなのに制服着てるの、なんでなんすか くせヤンキー怖えー。いつもの。はいピーナッツそば一人前今日のヤンキー、怒ってない。なんだ鳥。おい、こっちだってな、毎日ブチギレてるわけじゃねえよ。あれ石がねえ。瑠璃が貸してたって。ダメだよあっちゃん。そんな簡単に渡しちゃ でもルリいいやつはいじゃーん大根をおろすやつで石をおろしたよわ石ー傷ついてるーこれで価値下がったらどうしてくれんすかごめんねまっちゃん私おそばに金粉をのせるのが夢だったの 高級食材っていうのかな。ほら、あるじゃん。イクラとかにさ、貧粉乗ってるやつ。美味しくするには、お金かかるんだ。みたいな。貧富の狭間に、美味しさの光を見た。だから、おろし金でおろしてみた。こいつやべえ。だから言ってんだろ。 そうか、だから学校行けって言ってんすな。勉強大事ん<え>あまちゃん石が開いたえなにマジすごい。光ってる。おい、眩しいぞ。なんだこれ。石の中に、石がある。ダイヤモンドか何かか この石をどうするの売る。危ねえだろ、誰も買わねえぞ。そうだよ、まっちゃん見たでしょ今、ブシューって、変な空気出てたし、オーラもすごかったし。うん、でもなんだろう。この光見てたら、何でもできそうな気持ちになってくる。はあ、しまったか。やっぱりお蕎麦の金粉にしようよ おかわりー。ヤンキー姉ちゃん、誰か金持ち知らんすか金持ちねー心当たりならあるっちゃあるんだけど。ただあいつは金のことしか考えてねえしな。がっかりすると思うぜ。いいんすよ、お金さえもらえれば。まさか、会長先輩に会わせるんですか まっちゃんあってもじっと我慢するんだよ胃がついちゃダメだよどんな悪魔なんすか来いこれも何かの縁だよしまっちゃんも学校に行ってみようパタ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 ,パタ待て待てー ブヒ、ブヒ、ブヒ、ブヒ。ブタ様、早く早くただの学校。階段もあって。下駄箱もあって。かと思いきや、砲台があって。隔壁もある。ここは普通の学校とは違ってよ。町を守るための施設、っつうが。 侵略されないように、今じゃどこにでもある施設のうちの一つだ。10年前にな、この町から人が消えて、中でも子供が連れ去られた。高く売れたらしい。人間ってのは。まあ、売れてましたね。パーツごとに売られたりしてましたね。臓器とか川とか。丸ごと一個だとめっちゃ高くて。 七面鳥を売るのとあんま変わらない感じで売買されて。中でも良くなかったのは地球人が。レア。鬼が来たら戦わないといけないだろう。昔話もそうだったようにさ。昔話が現実に追いついたってだけだ。鬼と戦う村人は学生。訓練は挙手生。ふーん。 希望だけじゃ生きていけねえのかもなお待ちしておりましたあなたがおマルコ誰っすか黒崎だ敵じゃねえから安心しろ大丈夫っすか今爆音しましたけど 気にしてたらやってけねえから。テラ、客だ。ほら見てバリアブル星人のコービーよウ <laughs> 見てこれ見たことない形の生き物ウフ <laughs> こそ見たことねえ生き物だよ。フらフフ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 フ この生物は交尾の瞬間10のマイナス80秒の一瞬次元の裂け目ができるって話なのうわっまたそれ マルコと銀河竜。会長先輩だけまた死んじゃうところでしたね。渋て女だな。幸運だけで、テラは700回生き残っています。701回目の残念をどうもありがとう、うん、宮野氏今日も元気ねまちゃん、この人が、伊勢崎先輩だよ。